ズボラ屋は、かつて、大阪市の新世界と道頓堀に店舗を構えていた、フグ料理の専門店。ズボラ屋本店1920年、松田夫婦の創業の老舗で、フグ外食企業として著名であった。古くは、アシアガンノスケが歌う広告曲で知られ、比較的安価で、鉄チリや鉄ッサなど、フグ料理を味わえた。アサヒ食品が製造する、アサヒポンズも、 ズボラ屋の味を参考にしたと言われる。2020年6月11日、新世界本店と道頓森店の閉店を決めたことを公表した。両店舗は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響で、同年4月8日以降は休業しており、当初は6月15日の再開を目指していた。しかし、そのまま厳しい経営環境に置かれていた上、 休業による影響などの様々な事情から、休業状態のまま9月15日をもって閉店した。新世界、道頓堀両店舗とも、店頭に巨大なトラフグのちょを掲げており、大阪府大阪市中央区にある、中座食い倒ビルの食い倒れ太郎、カニ、道楽のカニなどとともに、大阪では著名な看板の一つとして知られていた。なお、ちょが、 大阪市の屋外広告物の基準に定触しているとして2011年6月に市の建設局が店の運営会社に対して町賃を撤去するよう指導していたことが2020年6月に明らかとなった大阪市長の松井一郎はズボラ屋の閉店についてコメントした際に完全に黙認してきた看板は安全な形で 維持されており、市としても見過ごしてきたと釈明した上で、大阪の名物看板、安全性を担保できるのであれば、オブジェとして残せる形を考えていきたいと語り、事業者や地元などで適切に管理する条件付きで、看板以外の扱いで引き続き町賃を維持する考えを示している。町賃は閉店に先駆けて、2020年9月3日未明に撤去され、 皆様お元気でほな。さいならと書かれた垂れ幕が掲示された。ちょをめぐっては、同じ新世界のレジャー施設である、スパワールドの運営会社が引き取ることを希望しているが、ズボラ屋は、ちょの今後について、大阪市内の倉庫にて保管していくとしており、どこかにお譲りする話はしていないと否定している。ABC ズボラ屋新世界本店、大阪インフォ。 大阪観光情報アーカイブド2014年9月3日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、大阪観光コンベンション協会、下関フグ・卸売市場の、存在力83ページ ABCDE、大阪新世界老舗の料理店、ズボラや閉店へ、新型コロナ影響。NHK ニュース。 https://www3.nhk.or.jp/.news/.html/.20200611/.k10012467431000.html2020 年6月12日日閲覧。abc、独自、大阪、新世界の老舗、ズボラや閉店へ、新型コロナの影響も、 関西テレビ放送官テレ。関西のニュース。関西テレビ放送。2020年6月12日閲覧。AB、名物フグに、ホナ。サイナらズボラ屋の立体看板撤去。朝日新聞。2020年9月3日閲覧。大阪の扉219ページ。秋に、閉店。ズボラ屋フグ看板。大阪市長。オブジェとして残すことも。読売新聞。 2020年6月24日閲覧。ズボラや、フグ看板は、基準違反、オブジェで残したい。朝日新聞。2020年6月24日閲覧。新世界名物、ズボラやフグ調知。大阪名物ズボラ屋の巨大フグ超人撤去。役割を終えた、今どこにデイリースポーツ。2020年9月3日閲覧。ありがとうございます。